どうも、明治大学卒業生のオリエンタルラジオ藤森慎吾です。さあ、というわけで、本日もまたですね、明治大学にお邪魔させていただいております。明治大学の皆さん、いつも本当にありがとうございます。さあ、今日はですね、前回訪れた泉キャンパスとはまた違ったキャンパスに来ておりまして、ここは私が在学中にはまだなかった中野キャンパスに来ております。まだできて10年ぐらいの、ね、建物ということで、非常に綺麗で新しい感じも残る、そんな中野キャンパスなんですが、あの世界的権威あるイグノーベル賞を受賞した宮下教授の研究室を訪ねてみようと、そういう企画でございます。それでは早速行ってまいります。失礼します。あ、どうぞ。どうも、こんにちは。失礼します。宮下先生、今日よろしくお願いします。あ、どうぞよろしくお願いします。ということで、もう早速ですけれども、はい、イグノーベル賞、はい、受賞おめでとうございます。そうです、ありがとうございます。ほとんどそれ以外の情報何も知らずに来てるんですけれどもそうですね、はいはい、今日でも、もうここに来れば、はい、楽しませてもらえるというふうに聞いて、それは約束できそうですね、はい、本当ですか、はい、いいんじゃないですか、はい、きっと楽しんでいただけると思います。よろしくお願いいたします、はい、こちらよろしくお願いします。ズバリ今回その、どんなもので、うん、イグノーベル賞を受賞されたんですか。電気味覚と呼ばれる分野に関する研究なんですけれど、はい、まあ、食器に電気を流して食べているものの味を変えようということを、まあ、提言した13年前ぐらいの研究なんですね。ちょっとごめんなさい、途中から何言ってるか分からなかったんですが、ですね、はい、食器に電気を流して味覚が変わる、うんうんうん、そうですね、食べ物の味が変わったように感じられる、はい、ちょっとこれ言葉で聞いているだけではどういうことか全くわからないのですごくそう思います。もう実際に今日それが体験できる、はい、ということで、そうですね、百聞は一食にしかず、一飲にしかずかもしれませんけど、一飲、はい、飲んだり食べたりっていう風なデモンストレーションをできる場所を上に用意しているので、はい、そちらにじゃあ一緒に行きましょう。お願いします。よろしくお願いします。さあ先生、はい、今目の前に何かラーメンが用意されてあるんですけれども、はい、これとその先ほどおっしゃってた電気味覚ですか。そうですね、はい、どういう関係があるんでしょうか。そうですね、電気味覚というのをぜひデモンストレーションしたいと思って用意したのがこのお椀になります、はい、今キリンホールディングスという会社と一緒に共同研究しているエレキソルトというちょっと特殊なお椀なんですね。エレキソルト、はい、電気塩ですか、はいそうですね、直訳するとそういう風な名前になったんですが、はいはい、これを使ってデモンストレーションをしたいと思います、はい、まだ今はスイッチが切れている状態ですので、はい、これでまずは味見をしていただきたいなと思います。これ今普通に食べていいんですね、はいはい、そうですね、ぜひ、はい、失礼します。いただきます。非常に薄味ですねですよね、はい、はい、ではこれのスイッチを入れるということをします。え、はい、実はこれ自体がそうもうなんか電気が流れる。そう、このお椀の底にちょっと秘密があって、はい、このお椀の底の部分が全部小さなコンピューターになってます、はいはい、そしてはい、このスイッチを入れるとここに LED の表示があって、こうレベルが変えられるんですね。これでレベル2がおすすめなので、これで今もう何もうエレキソルトがはい発動している。本当いや、それ本当だったらすごいことですよ。そうですね、はい、ちょっとだけ食べ方にコツがあるので、はい、下のこの底の部分に手をつけてください。下にこうですか。そう、それだけですね、はいはい、それ以外は特殊なことはありません。いきますよ、はい、お願いします。塩ラーメンだありがとうございます。ちゃんとした、はい、なんでなんでなんで。そうですよね、なんかね、はい、ここのこれすするじゃないですか、うん、この時に味がする、すごい、はいはいはい、なんででしょう不思議。だから減塩のものでも味はしっかり濃く食べられるっていう、まさにそれが実現している。めちゃくちゃいいじゃないですか。だってそういう人いっぱいいますよ。そうですよね、やっぱいろいろ気にして減塩食べてるけど、はいはいはい、なんか物足らないなっていう時、はい、これでいい、別に塩を足さなくてもいい、電気を足すだけですね。こんなことあんまりあれですけど、はい、めちゃくちゃ儲かるんじゃないですか。お金よりも、はい、社会に早く広がって、はい、みんなの健康に少しでもこう貢献できればっていう思いの方が大きい、ね、心意気が素晴らしい。すいません、いきなりお金の話して今のところこういう、うん、まあ、ラーメンとか、はいはいはい、その汁物だと電気が通いやすいとか。そうですね、あ、いいところに目つけましたね。実はスプーン型とか、はいはい、その他の形状のエレキソルトというのもあって、例えばカレーを食べる時とか
あ、カレーとかもいけるんですか。そういった時にも使えたり、ちょっとだけ原理を説明させてもらうと、はい、してください。食塩ってこうナトリウムイオンっていう言い方、溶けるとナトリウムイオンになるんですよ、はい、プラスの電気を持ったものとして液体 あのスープの中に入ってます、はい、でこれがベロにくっつけばくっつくほどしょっぱいって感じるので、はい、ベロにたくさん塩を集めるっていうことをすると塩分は変わらないけど塩味は強くなるわけです。へー、だ体にはまあ一切影響はないってことですね。そうそうそう、しょっぱいって味わうこともなく、ただ胃に流れ込んでた塩をどんどんベロに寄せていくようなことをしています。いや、素晴らしすぎました、はい、本当にありがとうございます、まあ、これがその電気味覚という技術になります、はい、で他にもこう食べ物の味を変える味覚メディアっていうのを実は我々広くやっているので。味覚メディア。そうですね、その味、味覚の方をその自由に制御してまた楽しんだりできるものをたくさん作っているので、はい、ぜひそれをついでに見ていただきたいなと。ちょっと全く今説明だけだといまいちピンとこないです、ね。わ、まあね、かりました。じゃあこれもやはりものを持っていきましょう。いいですか。はい。お待たせしました。何ですか、ご機嫌じゃないですか。これは本物の白ワインです、はい。この機械を使うんですけれど、さっきは電気味覚の原理を使って味を変えるデモンストレーション。はい、で今度はもっと違うその液体を混ぜて使うプリンターみたいな技術を使って、うん、で実際にある味を全然違う味に変えることができるというものになっています。はい、まずは味見をしていただいて、はい、本当に白ワインであることを確認いただきたいです。もう香りが白ワインですね、うん、はい、うん、白ワインですか、ね、はい、ありがとうございます。まだ残ってるこの白ワインも、はい、次のご飯に合わせて例えば肉料理が出てきたら、うん、これが赤ワインの味に変わったら良いですよね、うん、いや良いですけどそれは無理でしょ先生っていう何をおっしゃってるんですか。今からぜひデモンストレーションさせていただきたいと思います。白ワインが赤ワインになっちゃったらもうこれは、はい、白いまんまですが赤ワインの味になります。いくら先生でもそこそこ自信があるので、じゃあこれでデモンストレーションしたいと思います、はい、白ワインのお肉を入れます。赤ワインにしたいので赤ワインですね。ここにこういろんな味のデータがあるんですけど、このエアアウトプットというボタンを押します。そうすると、え、実は赤ワインの味と白ワインの味両方味センサーというもので測ることができるんですけれど、はい、その差を引き算して、うん、その引き算したものを足すっていうことをします。そうするとその赤ワインの味になる。じゃあ取り出してますね、はい、これが、はい、見た目は何も変わっていないと思います。全て透明な物質で、味を変えたものなので、香りは何も変わってないですが味だけ変えています。香り白ワインですね、はい、でもすっごい頭はちょっとおかしくなりそうですね。バグりますよね。白いから、はいはい、絶対白ワインだって思って飲むんですけど、はい、だ目閉じた方が余計分かりやすいかもしれない。これはそうですね、めちゃめちゃ赤ワインだ。ありがとうございます。目閉じたらそうですよね、お肉食べたい先生。そうですよね、はいはい、そういう風な形で食事に合わせてどんどんワインの味が変えられるっていうことを、例えばやれます。そしたらもうどのワインもね作れちゃうっていう。そうですね、レアなワインの味を再現とかそういったこともできるのです。すごくないっすか。その何年もののワインって言ったらもうそれ以上増えることはなくて、みんな飲むたんびに全地球から減っていくわけなんですけど、はいはい、これだとデータなのでいくらでも複製ができるんです。すごいわ。だから実物手にできない人でも、そうですね、一旦その味覚だけでも味わうことができると、はい、そういう超高級ワインの味も、はい、そうですね、夢ある。すごい。これ飲み物だけなんですか。何でもできます。食べ物の味を変えるっていったこともできるし、はい、まあ、例えばその甲殻アレルギーでも安全に食べられるカニクリームコロッケっていうのがあるんですね。ここに牛乳を入れると、はい、カニクリームコロッケの味になっちゃうんですけど、アレルギーは一切入ってない。カニは本当に一切入ってないんだ。一切入ってない、そうができちゃう。揚げて食べれば本当に完全に同じ、そういう限界をこういうのはどんどん超えられるっていう感じ。いやすごいな、なんかそこに正義がある。僕なんかやっぱすぐになんかこれいいビジネスになるんじゃないかなってそっちばっかり考えちゃうけど。それも素晴らしいと思うんですけれど、ちょっと食べ物のやつも体験してみたいんですけど、はいはい、じゃあペペロンチーノのパスタってどうですか、はい、ペペロンチーノ好きですよ、はい、ごめんなさい、でも今日ちょっと僕この後まだ
あるんで、あの臭くなっちゃうんで。そう思っちゃいますよね。すいません。ここで再現するペペロンチーノは口臭ゼロなんです。それ美味しいんです。香りも欲しいと思うので、はい、フォークからあの鼻にだけ香りを出す装置。何ですかそれは。ちょっとまあそれももう百聞は一食にしかずですね。そうですね、はい。ちょっとお願いしますよ先生。お願いします。本当に茹でただけのパスタなんで、なんかこれ一本だけなんか味見してもらったら。本当に茹でただけのパスタかどうかね。ただのこっそり味付けてあるかもしれないから。ないです。うん、何の味もないパスタです。ですよね。はい。はい、でこれから味付けをしますのでやってみますね。これが、はいはい、ペペロンチーノの味に変わります。しかもニンニク使わずに。そうですね。はい、全く使わないですね。じゃあ押しちゃいます。はい。もうカバーつきました、ね。そうですね。これを開発した学生のこだわりで。あ、そうか。学生が開発したんですね。そうなんですよ。このマシン。そう。すごいな。明大生優秀。もう終わっちゃいましたよ、こんなこと言ってる間に。もうできた。はい、まず匂いは何もないはずです、はい、それで味はガーリックの味になっている。味してる。うん、おいしいですよね。おいしい。ちょっともうよくわかんない意味が、はい、うまっ、はい、で、そのなんですかさっきから持ってる、はい、ここにあるのは鼻に最低限のガーリックの香りを与えることによってもう完璧に食体験を再現しつつ口臭は一切気にしなくていいというデバイス。これ何なんですか、ガーリックの香りが出てるんですか。そう、あ、香りを出す装置ですね。やはりこれもコンピューターなのです。これも4段階でレベルを制御することができて最大にしちゃいます。マックスでいきますか、はい、で、この状態で食べていただくとあのこれどういう装置。めちゃくちゃニンニクの香りするんですけど、はい、めちゃくちゃうまい。この香りめっちゃうまい。なんすかこれ。そうですね、これでペペロンチーノ具も何も一切ないけどもう紛れもなくペペロンチーノこれ、まあ、よければちょっと今こうはーってやってもらって口臭確認いただければと思うんですけど、全く気にならないですね。ですよね。いや改めてでも先生はなぜこういった研究をされてるのですか。もともとはその僕はコンピューターの研究をしているのです、はい、その味覚の研究というよりはコンピューターの未来の一つの形として映像が出る、うん、音が出る、それだけじゃなくて味も出るコンピューターを作りたい。でもその結果そのまあ普通にコンピューターから味が出るとかっていうことだけじゃなくて今までの味の作り方とは全然違うことができるので、だから我慢しなきゃいけないっていう常識も塗り替えたり、確かにアレルギーだから食べちゃダメっていうのもそういう常識も塗り替えたり、いろんな常識を塗り替えることができるようになったっていう。確かに必ず何かこの役に立ちますもんね、これ。そうですよね。僕そう思います。ありがとうございます。いや、もう感動しちゃった、はい、本当に。ありがとうございます。素晴らしいですね。というわけで、今日はとても素敵な体験をさせていただきました。これはね、もう本当に、世界中の高校生に届いてほしいと、もうそんな風に思っております。先生のこの素晴らしい発想やですね、研究の環境があって、この技術が生まれたというのがよく分かりました。はい、ということで先生、今日は本当に素敵な体験どうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。はい、ということで素晴らしい研究でしたね。もう興奮ワクワクしちゃいました。もうね、発想もすごいし実際にそれをやっちゃう先生もすごいし、そしてね、これから実際にこう社会に出ていく、そんな興奮もありました。僭越ながらですけれども、やっぱりね、明治大学卒業生として誇りに思ってます。はい、これからね、そういった環境で学ぶチャンスがある、そんな皆さんが私も本当に羨ましいです。ぜひともこのね、明治大学の学び屋でいろんなものを学んでみてください。本当に、素晴らしい研究を今日は見させていただきました。この動画を見て少しでも興奮してくれた、そんな学生さんがいてくれたら嬉しいです。以上、オリエンタルラジオの藤森慎吾でした。